うまんち広場の時間です。私はスタジオを飛び出してうるま市の石川浄水場へやってきました。今日はこちらの施設を見学しながら水道水の安定供給に向けた取り組みをご紹介します。案内していただくのは県企業局の足富さんです。足富です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速参りましょう。私たちの暮らしに欠かせない水道水。沖縄本島の水は北部と中部のダム、河川水、地下水、海水を水源とし、各地の浄水場へ運ばれると、多くの工程を経てきれいに処理され、各市町村の排水地を経由し、家庭や学校、会社などへ届けられています。こちらの石川浄水場は、施設の老朽化に伴い、平成23年に移設されました。1日あたりの水道水の供給量が大幅に増えたほか、今後水源の水質変化にも適切に対応できるように、現在高度浄水処理施設の建設を進めているところです。へー、出来たての浄水場なんですね。はい。足富さん、ここは何をするところですか？はい、こちらは混和池といいまして、ダムや川から取水した水は着水井を経由し混和池へやってきます。ここで薬品を混ぜ、水の中の細かい土やゴミを塊にします。その後沈殿池に入り、およそ1時間かけて塊になった土やゴミを自然に沈下させます。なるほど。次に大きなゴミを取り除いた水はこちらのろ過池へ運ばれます。80センチの砂の層を通り、沈殿池で沈みきれなかった小さなゴミが取り除かれます。この段階できれいな水となりますが、小さな菌が混ざっていることもあるため、さらに塩素で消毒します。水道水に少し匂いがあるのは安全な水の証です。こちらが水質管理事務所です。ここでは人が感じることのできない微量成分まで調べることができるんですよ。安全で安心な水を届けるために大きな役割を担っているのが水質管理事務所。浄水場から送られる水の味、匂い、濁りといったものから、およそ170項目にわたる徹底した水質測定を行っています。そして今日は石川浄水場の中を案内していただいたわけですが、まもなくこちらでイベントが行われるんですよね。はい、6月1日日曜日に石川浄水場一般公開沖縄水広場を開催します。浄水場の見学や水作りが体験できるほか、楽しい催しもありますので、皆さんぜひご来場ください。さらに県企業局では第10回沖縄の水デジタルフォトコンテストの作品を募集します。小学生以上で県内在住の方であればどなたでもご応募いただけますので、詳しくはご覧の番号までお問い合わせください。足富さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いて県からのお知らせです。県では7月12日土曜日に第14回沖縄県障害者技能競技大会を開催します。詳しくはご覧のところまで。県では県内で外国人観光客に有料で通訳ガイドをすることができる地域限定通訳案内士の資格試験を行います。詳しくはご覧のところまで。県では平成26年度に県が発注する森林整備委託業務などの指名競争入札参加資格審査の追加申請を受け付けます。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。番組でご紹介した内容をもう一度見たいという方、うまんち広場はインターネットでもご覧いただけます。こちらへぜひアクセスしてくださいね。それではまた来週この時間にお会いしましょう。